あ、来た来た来た。あ、ハイスコアだ、ハイスコア。すごい。おぉー、ネイズ。あ、かわいい。いや、ロービー行ってるやん。今ので。来た来た来た、なんか来た、なんか来た、なんか来た。来てる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 。今回やるゲームはこちらですね、バイオハザードヴィレッジでございます、はい、よいしょー。バイオハザード、まあまあやっぱ時間もねないですから。え、なんで？バイオハザード。おい、本気でやめてください。バイオハザードヴィレッジ。あれ、もしかしてやってた人ですかそれ？あ、これをやっていたものの真似をしているものです。なるほど。よいしょー。なんかわからないんですけどね、うん、これ1回目じゃないんですよね。そう、2回目なんよ。マジ？誰かやってました？1回目、前回。なんと、僕やらせてもらいました。あら、大橋君が。前回やらせてもらって、メンバーが、藤井流星君と神山智弘君と、ね、メンバーの長尾健人と、うん、この僕でやらせてもらったんですけど、なかなか最初の方進まなくて。なるほどね。そうなんですよ。あー、なるほどね。そうなんですよ。でも、すごい楽しかったんですよね。なるほどね。はい。いや、でもね、思いません？一回やったゲームをなんでもう一回やるんやと。やっぱなんか進まなかったからさ。そうそう、進まなかったっていうのと、やっぱクリアしたいやん。ああ、続きゲーム、そのグループ。いやいや、こんなんクリアすんの何十時間かかるんや。いや、確かに、やり込み要素が多いからね。なるほどね。そうですね。じゃあ、でも、早速やってこいよ。いやいや、マルフィートーク続きますから。いや、喋りメインしてるか。前もやる時間。してるか、オープニングトークめっちゃ長く使ってる回ないのよ。いや。そうやろ。だ、今回は、私、押し切りですから。確かに。で、今回、そうやね。今回、だって、全員関西出身だもんね。いや、一人だけ違うね。強兵。あ、やるの？バイオハザードは強兵は。え、僕、バイオハザードね、あんまやんないんですよね。やらない。で、基本、だ、怖い系僕苦手なんで。まあね、わかりますよ。ホラー。え、怖いの苦手なの？え、ホラー結構苦手。なんか、可愛いとこあんじゃん。おい。ゲットね。じゃあ、ホラー好きな人は？お、めっちゃ好きな人。はい。じゃあ、二人だ。二人好きなのは。めっちゃ好き。じゃあ、それのその違いのね、リアクションも楽しんでもらいながら、今日はやっていきたいなと思いますけども。はい。まあ、今日は前回続きからということなんですけども。そうなんよ。ちょっと僕らついていけるかって話なんで。あ、それが。いや、で、世界一のビビリで。そうなんですよ。向井浩二。いやいやいや、大丈夫ですよ。もう、お化けが来る、ゾンビか。ゾンビが来るって分かってたら驚かない、俺は。来るのが分かってる。こんな説得力ないことはないぜ。いや、分かってる。さあ、それでは早速バイオハザードをやっていきましょう。じゃあまず誰がやるかじゃんけんで決めようかな。じゃんけんで決めましょうか。でもあれじゃない、前回あらすじ説明しなくていいの？それはもう、まあはっきり言って主人公のイーさんがちょっと誰かに襲撃されて、はい、連れて行かれてんけど、どっかにちょっとこう転んでもうて、まあはいはい、どっか行くみたいな。ごめんごめんごめん、説明大丈夫？これほんまに日本昔話でざっくりしてるわ。ほんまにやってた？主人公イーさんと家族が、さすが声優、何これ、ガニ、家族がに襲撃され、家族が、そう、家族が襲撃されました、ね、あ、何かに襲撃されみたいな、あ、何かに襲撃され、誘拐された、あ、娘が誘拐された、なるほどね。何者かに捕まったイーさんは、なんとか逃亡を図り、森を抜けて村に到着。村を、なんだこれは、あ、村をさまよい進行に必要なアイテム、ミコの、ミコこれ、なんかまあ、なんかアイテムが必要で、それを探しに行くみたいな。だから、わかったね、これ、用意するときには皆さんこれから振り仮名お願いします。あのね、やっぱゲーム特有のね、読み方とか。わかります。そうね、難しいですよね。確かに。あ、もう下に書いといてもらおう。こちらですねっていう感じで。難しいから。じゃあちょっと、聞いててわからないということなんで、やってみましょうか。そうやね。はい、やってみようか。じゃあ、じゃんけんで。じゃあ、こう映るようにやる。映るようにね。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。はい、チョキが、強兵以外チョキ。チョキ以外。僕負けました。はい、しょ。じゃあちょっと見ている方。はい。じゃあ3人でやるということですか、これ。オッケー。3人で。最初はグー。じゃんけんぽい。あ、お、負けた。じゃあさっくんどれね。いや。最初はグー。じゃんけんぽい。あー。あー、さっくんだ。イエーイ。でもいろいろ2回目か3回目やけど、いろいろ文句あるわ。マネージャーさんと来たのよ今日、うん、マネージャーさんのカードでピッてしてんのに開かへんの、うん、開かないね。な、電話しても誰も出えへんしな、ほんで電話してんのにこう誰も来へんのよ。早速やっていこ
や、喋っとるがな。君はもう言ってる。もう言ってる。何これ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 。え、あ、セーブしたとこっすね、僕らが。うわ、なんか怖い感じ出てる。バツでセーブ。ほんまに続きとれ。ほんまに続きよ。で、で、あ、これで。操作方法とか全く分からんけど大丈夫。もう操作方法は。え、これナイフどうやって振るの。大丈夫これ。これマッチで。おお、使っちゃった使っちゃった。ナイフ使った。今のしかも絶対必要なやつじゃない。使っちゃった使っちゃった、なんか知らんけど。俺ね、バイオハザード見たことはあるんだけど、ゲームやったことない。やったことない、まあ、そうやんな。あ、そうなんや。ずっと いとこのやつ見てたわ。え、出てきちゃった。うわ、怖っ。なんか今、任天堂でもあるもんな。あるな。違うやんな。え、どこ行く。こっちか。しかもこの、なんていうの、第一視…何視点っていうの、これ。第一視点がまた怖いな。確かに。わかる。後ろ見られへんからっていうのもあるよな。俺やっぱ主人公映ってるの好きな派やからさ。わかる。第三視点っていう、上からのちょっと見られるやつね。しかも絵が綺麗やから。心なき四天使に従え。なんや。ごめんごめん。あの、この文字で今の一文字だけ。一文字だけ。え、しかもなんか出てきた。喋ってる喋ってる。うわー。すごい部屋。綺麗な姉ちゃん。いた。お母様、新しい獲物。お母様。気の利く娘たち。あら、お母様。はじめまして。すげえボスか。います。さあ、身長でか。見せて。でか。でか。シャンデリアあったやん。肌白。イーサンウィンターズ。え？イーサン。弟のバカらしいゲームから逃げようとしたよね。お母さんやね。お母さん。それじゃあ銀見せてもらおうか。お母さん綺麗だ。お母さん身長でっか。お母さん。ちょっと。お母さんゾンビ？ちょっと。お宅の娘さんたちに足刺されてるんですけど。てかバイオハザードってこんなんやったんや。え、なに。おお、お母さん。おお、痛い。これずっと試合の画面見てた。こっちっすか。こっち。喧嘩をやめなさい。なんか食べようとしてるよ。マザーミランダへ伝えるのに。マザーミランダ。それが済んだらたっぷり楽しませてもらうとしますよ、ね。怖。なに。吊るして。吊るす。やめてよ。吊るの。何。痛い。何？バイバーイ。すげえ。バイバイ。最後のやつめっちゃ残るやん。え、しかもめっちゃ痛いって。え、釣りたかったかな。釣りたかったよ。何してんの。どうするのこれ、サック。これ死ね。これどうするの。これどうするの。終わり。ゲームは？いや、なんか。多分周り見たらなんか。なんかできる、なんかできる。もがいてる、もがいてる。いきますか。痛い。絶対痛い。今の何。痛い。え、治んの今。やっぱ助けに行きたいからさ、一生懸命ない。そういうことか。そう。周り見てみ。うわ、影めっちゃリアル。ただ確かに影もめっちゃちゃんと出てた。銃の方がいいんちゃう。すごい。あ、なんかクリムゾーングラスってある。かっこいい名前。あ、なんやこれ。初デヒロ。おぉ、かっこいい。かっこいい。なんかで使えんやろな。クリムゾーングラスって名前かっけえ。かっこいいですね。中二病みてえな。確かにクリムゾーンが。
これだから出ていくんやろな、多分くれないって書いてクリムゾンだな。これだからアイテムとか拾うの大事やろな。確かに。なんか、ここでさ、なんか拾えんかったら、この先なんか足りひんみたいなありさもんな。確かに、それありさ。なんて読むのこれ。何これ。はい、読める人。読める人。もう一回出して。いくよ。と、超強兵。と、あ、もういいですか。と、東女の乙女たちみたいな。なるほど、正解はコメント欄でお願いします。お願いします。あの、分かる人誰もいないんで。分かる、難しいっすわ。お、お、奥。これ焚き火、暖炉、暖炉。なんか出てきそうやな。暖炉。え、あ、出てきた。あ、なんかついてる。さっくんすげえ。やべえ。俺のひらめき、冴えてるぜ。おぉ。お、来た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 。あ、はい、捕まった。え、すごい。おぉ、デイズ。あ、いや、もう出てきてるやん。ロビー出てるやん。今の。かわいい。サンタさんの道通りまして、あ、スクラップへ。あ、なんか、あの銃の弾とか作ったり、さっきのアルコール作ったりもできるんですよ。ああ、工作して。最近はすごいんだな。そうなんです。これが令和のバイオハザードか。え、何もできた。あれ、行き止まり。え、多分今鏡ながら歩いてる感じです。これってしゃがんでるよな。確かに。え、そうなの？これだってほんまの佐久間くんの身長のあれやんか。おう、こら、ちゃうよ。そんな低くないわ。これが佐久間くんの身長？おう、ちゃう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 。え、これどうやって立ち上がんの？あ、立ち上がってんのかな？立ち上がって、いや、立ち上がってないんじゃないですか。多分やり方書いてない？そこ書いてないか。B とかじゃない ?X とかか。いや。一回やりましょうか。何が、これ、しゃがんで。はい、行きました。あ、やっぱ下じゃん。ここ、惜しいっすね、これ。あ、ここで、あ、これマップや。マップ見れた。閉じるのが丸ボタン。途中からで俺らやり方知らん人3人ってやばいよ。やばいよね。せめて違うゲームやらせてくれる？いや、せめてやり方知ってる人2人ぐらい欲しい。なんなら前のメンバーで続きやれ。それや。俺ら分からんよ、最初の方。いや、分からんよ。でも、なんとなく分かってきたんちゃう？あ、なんか調べるみたいな。あんまや。指輪。うわ、怖いわ、何これ。あ、開いた。日の目。尺眼みたいな。ね、通られへんやん。あ、取れろ。ちょっとクルタ族の目だったよ、今。クルタ族、ね、絶対クルタ族だったよ。なんかこのナイト怖いの。引き出しとかなんか。ハンターハンター。このナイト急に曲がり角とか出てくる感じじゃないんか、じゃあ。あ、いいや、薬。そう、薬液でなんか工作して、さっきのアルコールを作るみたいな感じ。やる感じ。どっち行くかじゃない？あ、あれでなんかしてる。なんか光ってる。あ、お、あ、これお金になるやつです、これ。あ、そう。そんな音立てたらバレるて。いや、壊しちゃった。おわ、こっちも。おい、怖い。おい、自動ドア。もうこの時から自動ドアなんや。自動ドアだ。どこ見てんねん。こっちも行ってみようか。やっぱこういうの探索したい。なんか俺こっちな気すんな。あ、光ってるだけだ。あ、引き出し。あ、これガンパウダー。何ガンパウダーって。玉か。玉か。おっ、先んとこかな。いや、あ、そうや、先出てきた。あ、鍵閉まってた。鍵閉まってたってことか。なるほど、ね、戻りますよってことね。そうやね。なるほど。あれ、お母さんじゃん。あれ。綺麗な人。綺麗や。綺麗なお母さん。先と別人や。お父さん？お父さん二人おる。ベートーベンこれ。ベートーベンっぽいですよね。ねえ。おお、ああ、喋るな、急に。このさ、なんか出てきたもんな、さっき。あ、あ、はめるんちゃう。あ、そういうこと。うん。え？だから足りひんのちゃん、いろいろとアイテム。確かになんかめっちゃ足りなさそう。足りないんだ。な、一回さ、指輪はまらん？なんか形的にはまらんそうやんね。なんか、あ、なんかこの形は単一やろ。単一4つ。いや、電池。単一4つ。単一だこれ。電池で動くのこれ。電池。電池全部動くのこれ。そう、電池で動くと。電池式なんだ。バイオハザードかわいいなんか。それ電池やで。なんか、今さっきのやつなんか取れそうと書いてましたね、その指輪見たら。めっちゃ知ってるやん、もう。なんか書いてた今。なんかほら、石が外れそうになっているって書いてるから。一回決定押してみたら。あれ、一回普通に、ここでは使えない。普通にメニュー開いてみて。俺らさ、これむずいよね。これ？あ、違いますね。アイテムスロットなんで、多分三角かな。で、R1 とか押して。R1 で、R1。で、それ調べて。ああ。バツが調べるっすね。バツなんだ。バツ、そうなんすよ。なんか調べてみて、あ、ほら、
おう、なんか取れそうと書いてたから、おお、取れた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 、ほら、で、わからん、取れただけや、なんか取れそうって、うわー、なんか、なんか、めっちゃ、めっちゃ、動いてる、動いてる、うわー、さあ、あなたはだんだん眠くなるよー、あ、やばいやばいやばい、ほっほっ、なんか喋ってる喋ってる、あ、寝てる寝てる、でかい、なんか聞こえる、寝てる寝てる、すごい、リアル夢、リアル、え、ハマった今、ハマってないか、いや、取れただけっすね、うん、まあまあ、まあ、何かで使うんでしょうね、何かで使うと思う、まあ、ここじゃないと、進みましょうか、上行きましょう、あ、でも上さっき行ったのか、なんか上か、初めてここ、これ走りな、走るのは、うん、あの、グッて押すじゃないですか、その歩いてるやつ、それ、あ、そうそうそう、グッて押して一回押したら、でもなんか俺バイオハザードってもっとゾンビがいっぱい出てくるんかなと思った、いやね、なんかだ、これは冒険するタイプなんじゃん、そっちか、なん、うん、あ、なんか入れた、銃バンバン撃つよりもなんかあの、ま、あれ怪しいな、白い壺みたいな、あれ壊せます、ああいうの、壊してる、うわ、怖い怖い怖い、なんだその顔、これじゃない、あ、これ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 、うわー、うわ、もうたまたまたま、うわー、怖っ、怖っ、切れた、あー、いた、うおぉ、うわぁ、また来た、うわぁ、お母さん、お母さん、お母さん、ムシムシムシ、これなんだ、これなんだ、これなんだ、あー、なんか見るから一本出てきてる、無理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 、あー、ちょっとバルさん抱いて、誰かバルさん、できるもんか、なんか撃たないといけないんじゃないですか、これ撃て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 、装備して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 、上上、うわぁ、無視無視、うわぁ、怖い怖い怖い、おーおーおー、あ、で、先進んだ方がいいじゃないですか、今のうち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 、あ、こっちこっちこっち、今のうち、怖い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 、あ、先のところ、先のところ、先のところ、怖い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 、怖い、あ、怖い怖い怖い、後ろ追いつけ、おら、え、さっきそっちじゃないよ、さっき逆やろ、え、逆じゃない、じゃあ、先のところ、先のところ、先の、目、目つけたところ、あ、なるほどね、たぶたぶ、左左左、あ、ここですね、行くぜ、よっしゃ、走れ走れ走れ、うわぁ、来た来た来た、中来た、中来た、中来た、来てる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 来どこ？どこ？どこ？いや、左だ、左だ、左だ。行きましょう、行きましょう、行きましょう。右、右、右、右。右ね、なんか、なんか。右にやった、どうだ、どう。それは？違う。じゃあ、クロス、クロス。来た、来た、来た、来た。来た、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 来た。やばい！おーい！右やろ。おーおー、なんか。マップ、一旦マップ見よう。一回マップ見よう。すぐに待ちます。わかんないよ。マップ見てるときは進んでないから大丈夫ですよね。赤がいってないってこと。だから今前向いてるやろ。前向いてるとこから来たやんか。だから行き止まりだよこれ。これ行き止まりか。だから出ないとダメや。出ないと。だから出てこっち。あのビックリマークのとこ行けばいいんじゃないですかこれって。違う。かもしれない。行こう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 行くぜ。頑張れー。でちょっともう死にそうやったら一回マップ開こう。うん。そうですね。マップで一回落ち着きましょう。行こう行こう行こう。おお、開かない。開かない。どうなってん。開けへん。じゃあ違うとこ、違うとこ、違うとこ、マップ開きます。おら、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 あ、かけない、それ来たよ、多分来たよ、後ろ来てるんじゃん。あーびっくりしてる。あー、やばいやばい、結構上手なんだこれ。めっちゃ、めっちゃ噛むやん。行け、逃げましょう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 。オッケー、オッケー。結構丈夫やん。多分そこ無理っすよ。そこじゃないっすよ。そこじゃないっすよ。めっちゃ頑張りますやん。あれじゃない、あれじゃない。あ、無理無理。家族写真では無理っすね。めっちゃ家族。分からんか、分からんよ。分からんか、ちょっと一応決定をします。無理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 。家族写真は出ない、出ない。出れないよ。さっきのドレスローム行くもん。あ、もう。何何何。え、どうやって。やばいやばい。なんかあるある、それそれそれ、おー、ここ出る、バツバツバツ、ここだ、ここ、いけいけ、
します。ここで交換しよう。すごい、一回マップ開いて、一回マップ開きましょう。あー、なるほど。いや、だいぶ悪いよ、これは。よろしくないよ。しんどっ。ちょっと一回、ちょっと俺も一回。あれ、よくないね、よくない。よいしょ。よろしくない。あのね、俺初心者に痩せることじゃないよ。この途中から。なんか何言ってるわけ俺ら。うん、な、で、しかも、前のやつはまあ見てたけど、うん、操作方法もわからんから。むずいよ。いや、そう。ね、ほんまにこう。そうそうどこみたいな。途中から初心者がやるゲームすげえ。だから、あっちのその、ヴィラン側も、ほんまになんかこう、こいつめっちゃ小さくしてるよ。大丈夫みたいな。いいよ。逆にね。後半遠慮してたもんな。確かに。ちょっと気使ってたよね、向こう。あんま喧嘩だもんな。だって絶対佐久間くんの最初のあれダメでしたっしょ。あれ絶対でしょ。じゃあやろうか。やろうか、じゃあ。じゃあ誰から行くか。いや、カズヤ。いや、いいっすよ。いや、俺やったことあるからさ。じゃあ、その方法をね。そうだね、じゃあ。え、じゃあ僕行きますね。うん。これで戻って。いろいろ見てな。見て。小道具あるから。小道具って言うか。小道具。いっぱいあるから。舞台慣れしてんな。え、なにこれ。今日から、今日からお城で勤めることになった使用人が女の人ばかりでびっくり。お城に来て今日で2週間。なんだこの城は。少し怖い。同僚のアデラがダニエラお嬢様に。そうそうか。粗相して顔をナイフで切られた。夜になると亡霊みたいな鳴き声が聞こえる。家に帰りたい。どうしよう。お嬢様たちが食事している時、あまりね暑いから少しだけ食堂の窓を開けた。そうしたらお嬢様たちが一斉に私を見て叫んだ。すぐに閉めろって。きっと私も地下に連れてかれる。どうしよう、どうしよう。なんかちょっと怪しい城ですね。怖いよこれは。いわくつきだな。これまずは証拠やから持って帰ろう。持って帰ります。持って帰る。持って帰れるのこれ。ここにしか置いていけないです。置いていけない。なんでやおい。証拠やこれ。置いていけないです。持ってけない。なんでやおい。取ることできないじゃない。なんで一番いるやろ証拠で。なんか素敵な音楽が変わったね。素敵なメロディーが奏でられてるよ。メロディーが。ワインがいっぱい。来たりかこれ。やばすぎ。お母さん。あ、お母さんがあれ。行こう。お母さんはいるよ。バレるなよ。話聞くだけちゃう。バレるな。はい。なんか悪いことしてる気分やな。おお。お母さん。なんかあかんことしてるみたい。やっぱ大きいのか。だいぶ大きいですね。ね。かがんでたもん。な、俺もよくそうドアとグーってかがむけど、確かになんか。かがむ？よく。その家のドアちっちゃすぎん？逆にそっち。